今年のヨーロッパチャンピオンのフリーの演技をご覧いただきましょう。ソビエトのイゴーリ・ボブリン、この人も日本には何回も来ていますから、スケートファンにはおなじみです。ただまあこれまでの最高がヨーロッパ選手権4位とか、あるいはオリンピックの場合6位とか、そういったところですのでね、なかなか優勝というところまでこれまで届かなかったわけです。26歳のベテラン選手です。この競技会で、彼の次に若い選手が20歳なんですよね。そうですか。うわー、素敵です。トリプルルッツ、今の技は佐野さんが一番得意な技だったんですよね。ちょっとなんか踏み切りでくじりました、足が。この辺りは独特の振り付けです。表情もいいですね。綺麗ですね。好調です。女性から男性のジャンプを見ると、はい、私たちの倍以上に飛ぶんですよねだからついハッとしちゃうんですよね、見てて。それに帰ると子供が2人も待ってるんです。あ、2児の父ですか。日本に来るといつも子供服買ったり、子供のためにいろいろ買って帰ります。ボブリン選手の場合何でも飛ぶと思うんですけども、はい、競技会にこれだけの技を入れてやるっていうのは私は初めて見るんですけども、ダブルアクセル、すごく調子いいですね。ですね。こういうとこが彼の特徴だと思うんですけども、普通の選手もあんまりこういうことをしないんですよね。レニングラードのこの人出身なんですが、レニングラード のバレエの、ね、そうですね、影響をかなり受けているようですね。そういう振り付けをしてもらっているようです。すごく珍しいですね。
調ですね。今のは彼の確証の技で、はい、彼が発見した技だと思うんですけ ど、いやいや大変な拍手が起きておりますけれども、本当にさすがチャンピオンですね。そうですね、ボブリン選手の演技はこれまで何回見ましたけれども、今日はやはり最高だと言っていいでしょう。まあ、彼の場合はジャンプに非常に特色があって、非常にユニークな演技をするという選手としてはもう前から有名だったわけですけれども、どうもこのところちょっと不調が続いていて、それだけにおそらく今年は相当意気込みを持って練習をしたんだと思います。なんかも高いですね。そしてシットスピンへと入っていきます。まあ、来月の世界チャンピオン、またそれも新しい、はい、チャンピオンが誕生するわけなんですけども、はい、まあ、彼もその中の一人の大きな有力候補、はいはい、あ、お隣は75年のチャンピオン、はい、元世界チャンピオンボルコフ選手ですね。今はボルコフコーチ、ああコーチなんですね。テクニカルメリットの点が出ていますが、ちょっと割れている感じがあります。 5.6 から 5.8 まで。やはりこの人の場合は後のアーティスティックインプレッションの方が高いでしょう。しかしあんまり嬉しそうな表情してませんね。さて2つ目の得点が出ます。上がるはずなんですけども、はい、本人もなんかこうちょっと胸を押されているあ、上がりましたね。あ、これはいい点が出ましたね、はい、なかなか、まあ、5.9 という高い得点も出ております。レニングラードへ帰れば2人のお子さんが待っているという、今回のこの金メダルというのは最高のお土産になりましたね、はい、ソビエトのイゴーリ・ボブリン選手、初めてのヨーロッパチャンピオンです。